手を胸の上に手のひらを置いて、この骨が合うとかね、まあ、右ででもいいんだけど、反対の手の甲を、甲ってこっち側ね、こう裏側に刺します。それで楽にしてて、楽にしてて、それで鼻から息吸ってみて、吐いて、手の間が、手と手の間で動いてるの分かる、もう一回鼻から吸って、吐いて、動いてるの分かりますか？これが肋骨です。息を吸うときに肋骨が動きます。じゃあ挟んだままちょっと反ってみて、胴体後ろにあって息がやりにくいポジションで、これで鼻から吸ってみて、吐いて、ね、じゃあ元の場所に戻って、同じ吸う力で吸ってみて、吐いて、こっちの方がよく動くの分かる、ね、じゃあほんのちょっとだけ胴体ちょっとだけ前にしてみて、いつもよりちょっとでいいから、2ミリでいいですよ。鼻から吸って、吐いて、いつものポジションに戻して、鼻から吸って、吐いて、いつものほんの少しだけ前、吸ってみて、吐いて、いつもより明らかに後ろ、吸ってみて、吐いて、ギョギョギ、いつものポジション吸って、吐いて、っていう風にこの手を通してどれぐらい肋骨が同じ吸い方でも動きがどれぐらい多いか少ないかって手を通じても感じられると思うので、なんか呼吸のことで気になったら、こうやって自分の手を通じて肋骨の動きを測るっていうか感じてみるのも時々やってみてください。きっとなんかできます。